間もなく戦いが始まります。いろんな準備を忘れないでください。おいおい、なんか投げやりだな。当たり前だろ、俺は真と戦いたくてここまで来たんだ。それだったのに。あーくそ。認められたいのなら、まず与えられた任務を黙ってこなしてみる。黙って働いて誰も認めてなんかくれないんだろ。だろ、そう思うよな。ちょっとくらいルール違反もまず目立たないとさ。だろ。から聞いたが、本当に会えるとは思わなんだ。さしな、アロン。10年ぶりか？エボン四老子の一人、ウェンキノク老子よ。エボンの総兵の指揮と討伐隊の監督が担当ね。作戦準備、すべて完了との報告がありました。わかった。下がれ。はっ。なあ、この10年何をしていた？作戦が始まる。そんな話はいいだろう。どうせ失敗する作戦だ。少しでも長く夢を見させてやるさ。ひでえ。キノク老子。ああ、始めてくれ。あいつが老子とはな。聞こえたぞ、アロン。この10年いろいろあった。お前はどこで何をしていた？友との約束を果たしていた。まだ終わっていない。一つ教えてくれ。お前はザナルカンドを見たのか？悪いね。そろそろよろしいでしょうか。外で待機しているアルベド族に作戦開始命令を伝えねばなりません。ここも安全とは言えません。魔物が来るかもしれません。戦いの準備が整いましたら私に言ってください。ユーナのそばにいてやれ。何が起こるかわからないから、バトルの準備だけはしておいて。ドキドキするね。皆さんの準備は？キノック老子、お願いします。シンは来るのかな？シンのコケラを取り戻しに必ずやってきます。念には念を入れてコケラに悲鳴を上げさせるのです。そんなことをしなくてもシンは来る。シンは俺の親父だ。アーロンが言ってたことを思い出した。
ートを止めた。いい腕してるぜ。